やっぱりその子供たちって今5歳6歳のような子供たちは20年後ぐらいで考えるともう主人公ですよね、担い手になっていて、だけどもその時に完成した町がどういうふうな町かによって離れたり、ここに愛着を持ったり離れるけど戻るっていう分かれてくると思うんですよね。そういう子供たちの意見を本気になってその大人がその反映させるっていう意識改革というかね、やっぱちっちゃい子供だからなんか夢物語言うだろうっていうような感じで、どこまで反映させられるか分かんないからっていうことで趣を置いていないんですよね。なんか子供たちの想像力をすごく信じた方がいいって今回の震災で思ったし、震災後今まで子供たちの表現によってたくさん助けてもらったことがあるので、なんかもうちょっと信じて本気になって彼らに聞くとかね、そういう子ども復興会議みたいなね、それも5歳ぐらいから入ってね、ちゃんと分かってるわけですよね、その今手をかけている全く何もない土地があるということと、あと夢を描ける場所だということがすごく分かっているから、なんかこういう子どもたちの意見って取り入れる取り入れない関わらず、やっぱりやらせてあげるっていうのが力になっていくと私は思うから。あとは役目ですよね。自分たちって、あ、なんだ、僕が書かないとこの街ってできていかないのかというふうに気づくとかね。そこにどのぐらいこう時間をかけて大人が向き合ってあげるかによって違うだろうなと思ったりして。まあ私はその椿を高台の避難路としてこう生かせないかなとかこう書いてたんですけど、それにこう息子が入ってきて、なんかよりリアルな、希望も入った絵を作ったりしてるんですけど、気持ちが刻まれた街でなければ、まあ、また離れるだろうな、子供たちは離れていくだろうな。今やはり復興は分かる人だけとか、専門的なことが分かるとか、その機会が与えられた大人とかねぐらいになっているので、なんか子供たちの存在はどこに位置づけされるのかなっていうことは、やっぱり動かないといけないなっていうことで考えたりするんですけど、なんかやっぱりその子供たちはこうそういうヒントを持っていて、きっと、街づくりに生かせるたくさんのもね、ものを持ってるんじゃないかな。